うわー、今日はすごい濁ってます。陸上自衛隊色になっちゃったよ。なんだこれ、雨降ったかな。降ったんだろうな、きっとな、上流の方で。なんかこの前は澄んでたのに今日はこんなに濁っちゃいました。まあしょうがねえ。でもね、濁っちゃったら濁っちゃったなりに何かを狙って釣ってみましょう。じゃあな、今日もこのカメカメ池で竿を出してみますか。お、なんかね、心持ち、カメカメ池の方がちょっと濁りが薄いような。やっぱりね、この本流とね、つながってるところがこう細いから中はあまり濁らなかったのか。うん、でもまあちょっとは濁ってるな。でもまあ今日はここで竿を出しましょう。カメか、あいつなんか持ってったぞ今俺のやつ。あ、なんか動いてる。ああ、これなんだ、バスじゃねえなこれ。これお前よ、カメじゃねえのか。おお、なんか持ってってる持ってってる。一応合わせてみるか。せーの、空合わせ。あ、釣れた。ギルか。違う。バスだ。バスだよ。こんなでかいバスが釣れちゃったよ。やりました。こんなちっこいの、なんだよ、またこんなちっこいのから始まっちゃったよ今日の釣りは。あそこにミエバスがいる。そこだ。あ、持ってった、持ってきました。空合わせ。わー、かかった。よっしゃよっしゃよっしゃ、よし、おー、やった。さっきのミエバスの一匹だな。やったよ、ほら。おーしょしょしょ、まあまあの食い頃サイズ。よし、こっち来い、こっち来い。ほら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 。お、今日なんか濁ってるのか、緑色の綺麗な色してんじゃんこいつ。よしよしよし、じゃあ玉ですくってやるか。はい、玉に入ったのはまあ25ぐらいかね、25ぐらいの食い頃サイズです。お、なんかが餌を持ってってます。なんだ、またなんかが持ってってる。小さいやつか。ほら、俺の餌を持ってってるよ。せーの、空合わせ。釣れた。お、これはギルか。なんだ、バスか。ギルっぽい。出ました。よいしょ。ほら、あまり大きくないブルーギルが釣れました。夕方になると釣れてくるのね。お、なんかが今俺の餌を、なんか表面でなんかもんどり打ったぞ。え、餌ないの？餌取られちゃったよ。あの小バスの野郎、チキショーやるじゃねえかよあいつ。なんで俺のやつは取りやがった。よっしゃ、じゃあこのミミズでリベンジだ。あいつを釣ったら今日は農家にしよう。よっしゃ、あの辺にいたな。その辺まだいるだろう、あの野郎。これ釣れないとあの1日やるってことになるんですか。そう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 、釣れないと明日までここにいるんだけど俺は。うん、もうっていうことはあの小バスの勝ちってことだな。動いちゃったんだよ。お、なんか食ってる。ほらほらほら、あ、さっきのやつだ、さっきのやつだ。おー、見えた見えた。よし、せーの、空合わせ。釣れたよ、やったよ。ほら、あー、バレた。チキッショ、あいつやるな。あ、でもまだミミズついてる。やるよあいつ。頭いいんじゃねえの、あのバス。
あ、なんか持ててる持ててる。よしよし、今度こそ釣らないと俺帰れないよ。だんだん薄暗くなってきた。よし、合わせるぞ。そら、釣れた釣れた、よかった、やった。ああ、また割れた。なんだよ、俺帰らせないつもりかよ。餌まだついてる。はあ、ちびっこくなってる。いや、取り替えるか、仕方がね。くっそー、じゃあ今度はこのミミズでな。今度こそ。そら、もう帰らせてくれよ、俺を。頼むよ。あー、ダメか、今日は負けたな。クソ、最後釣れなかった。敗北の鐘も鳴ってるし、仕方がねえ。今日は最後はコバスに負けてしまいました。これにてノーカンです。はい、今回持ち帰った釣果はこのブラックバス6匹とブルーギル1匹です。ブラックバスはね、ほらこんなちっこいの、もう及川ぐらいの大きさのが5匹。それとこっちはね、まあだいたいこうピーッとメジャー当てると、まあ、28センチぐらいかね、28センチぐらいのバスが1匹。それとこれ、あまり大きくないブルーギル、これだけでした。じゃあね、今日の料理コーナーはこいつらを何にして食ってやろうかというとだね、そうだな、小バスが多いからね、今日はね、ただ油で揚げるだけの素揚げを作ってみましょう。この特に小さいやつはさ、これはもう頭と内臓を取ればそのまま揚げれば多分中骨はついてても食えるんじゃないかなと思うんだけど、それ以外のやつはね、ちょっとね、こいつなんかは中骨も取らなきゃダメかもしんないね。で、ブルーギルとこのでかい方のバスは、これは3枚におろしてから素揚げにしましょう。そうと決まればまず鱗を取り去りましょう。はい、これで頭と内臓が取れました。それでこのバスには臭い油はついてるかな、どうかな、どうかな。ここな、ほら浮き袋の膜があるでしょう。じゃあこれをね、ハサミでちょきちょきっと切ってみますか。おー、なんかここに油っぽいもんがついてないか。ここんとこほら、ここブリブリブリっとしてませんかね。なんかね、ついてるよ油が。こんなちびっこいバスのくせして。じゃあこれは取り去らねばなるまい。このように鱗落としを使って引っかくと油は簡単に取れてしまいます。鱗落としで油をかき取ったら、その後はお腹の中を流水でよく洗いましょう。はい、これでこのように臭い油はなくなりました。それとね、この背骨、ちっこいくせに結構背骨って太いのね、こいつね。だからこの見えてるとこだけ背骨をハサミで持ってちょきちょきと切り取っちゃいましょうか。はい、こんな感じで全ての魚の準備ができました。これがね、一番大きいバスね。一番大きいバスはもう3枚におろして血合い骨も取って、それでこのようにね、こうほら4等分にね分けました。まあこのぐらいの方が食べやすいと思ってね。それでちっこいけども、まあちょっと大きかったやつ2匹いたんで、これはね開きにして中骨は取りました。それとあばら骨も取りました。こんな感じね。それで一番ちっこいバス、この3匹はこのようにほらね、中骨は見えるところだけ取って、あとあばら骨とかはついたままです。
この状態で素揚げにします。それとこちらはブルーギルです。ブルーギルも3枚におろして、まあ血合い骨はついてるんですけど、このあばら骨は取り去りました。それではね、これをキッチンペーパーでもってよく水気を拭き取ってから、何もつけずに油で揚げれば出来上がりです。はい、できました。これだ、ほら、バスの素揚げでございますね。なんかちょっと形がバラエティに富んでるでしょ。これはほら、頭を取っただけのやつ。これは開きにしたやつ。真ん中にあるこれはギルだな。そしてこの切り身みたいになったやつね、これは大きめのバスですね。じゃあ何はともあれこいつらを食ってみましょう。それでね、今日はね、こいつらにかけるものをだね、2種類用意しました。これです。まあ用意しましたというか、いただいておりました。これはね、今日ハバネロソース、なんかハバネロでできてるソースだね。これは確かね、ワカサギ釣り大会だったかな、それともニジマス釣り大会だったかな、参加者の方からいただいたものです。そしてこちらはまた別の機会に、視聴者の方からいただいたものだと思います。これはね、スパイシー醤油、タバスコが作ってる醤油だよ。これもなんかちょっと辛いんだよね。もうこれ半分ぐらい使ってますけどね。これをここにな、ダーッとかけてみようと思う。まずはハバネロからいくか。これはそうだな、このこいつらにかけてみるか。こうね、だー、どのぐらい辛いんだかよくわかんない。あ、トロトロしてるよこれ。あ、ちょっとしか出ないということは結構辛いんだなこれな。辛いからちょっとしか出ないんだろうこれね。ドヒャッと出てやばいことにならないようにっていう、そういうことなんだと思う。それとね、じゃあこのタバスコ醤油、これはじゃあここにかけるかね。こいつ、これにね、だーっと。それとこっちのこれだ、これにもな、ダダダダダダダッとな。よっしゃ、準備ができました。じゃあね、まずはこの丸のままみたいなやつ、こいつからいきますか。こいつね、これほら、いきますで。それではいきます。うん、これね、いけるよ。やっぱね、あの中骨を半分ぐらい取ったのがね、良かったみたい。もう結構いけるわこれ、美味しいわ。じゃあこの残り半分もな、このお醤油をこうペタ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 っとこうつけまして、これでいきましょう。いきます。うん、実に美味しい。じゃあな、次はな、懸案のハバネロソースちゃんが乗っかってるこのギルちゃん行きますか。これほら、船みたいな格好して中にハバネロソースちゃんがこう乗っかってるというか入ってるよ、こいつな。じゃあ行きまーす。うんうんうん、おおや、おや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 、これはちょっと辛いぞ。辛い。それに、ハバネロの香りがね、いいね。でも、ハバネロの香りがしますよ。うん。まあね、辛いけどね、まあ、タバスコソースってあるじゃないですか。あれよりかは、ちょっと辛さは弱いかな。って感じがしますね。な、そんな感じはします。じゃあな、次、もう一個行くか。今度は、これだ。バスのこの切り身になったやつな。これ、これ。これ行きましょう。これは骨がないはずですからね。行きます。うん、これもね、ホクホクしてて美味しいよ。うん、バスの素揚げも捨てたもんじゃないよ。ほんじゃな、さらにもう一個な、これな、これまたこのハバネロソースが結構ごってりと乗っかってる、これ、これをいきましょう。いきます。なんかちょっとエイみたいな格好してる、エイみたいなね。いきます。うん、辛いけどね、いい、なかなかいけるよこれ、このハバネロソース。おいちい。あー、また言っちゃったよ、おいちいを。じゃあな、これ全部ガブッといかせていただきます。うん、
このハバネロソースね、なかなか香りがいいよ。私、ハバネロの香り大好きなんでね、美味しいでございます。じゃあ、パクパクと素揚げを食ったとこで、心でお酒といきますか。お酒とくれば冷たいビールでしょって感じで、ほら、埼玉作りね。これはナマズ釣り大会の時にいただいたものです。いただいたものばっかりじゃねえかって感じなんだけど、すいませんね、いただいちゃうんですよ。じゃあね、これをいただきます。ではいただきますね。やっぱ素揚げには冷たいビールに限るぜ。このね、キリンの埼玉作り、オリジナルのこの埼玉のご当地ビールなんだけど、これもね、まったりしてて美味しいですけど、このバスの素揚げもね、なかなか美味しいですよ。捨てたもんじゃありません。私が釣りをしている水域はとにかくバスやギルはリリース禁止なんでね、釣ったらどんどん食わなきゃいけないんで、こういう風にして食べればさ、いくらでも食えるから簡単に作れるしね、結構いい調理方法じゃないかなって思うんですけどね、どうでしょう。